どうも、宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、天の川銀河の過剰湾通過と地球環境の変化の関係というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。地球の環境は宇宙からの影響を大きく受けています。例えば、太陽の活動、巨大な隕石衝突、さらには大質量の星が死ぬ際に起こる超新星爆発やガンマ線バーストなどが原因でも、実際に大量絶滅が発生した例もあるとされています。今回は天の川銀河という非常にマクロなスケールの宇宙構造と地球の環境との意外な関係性を示す研究結果が発表されていたので、そちらを紹介していきたいと思います。なお、以前にも同様のテーマを扱ったことがありますが、今回は情報をアップデートし、前回の動画での誤りを修正したリメイク版となっています。地殻に見られる周期的な特徴。コロラド大学ボルダー校などの研究チームは、北アメリカ大陸とオーストラリア大陸西部にある非常に古くからあって安定した2つの大陸地殻からいくつかのサンプルを持ち帰って分析しました。地殻は基本的に溶けたマグマが固まって形成されます。その際、ジルコンと呼ばれる結晶が形成されます。持ち帰られたサンプルにもジルコンが含まれています。ジルコン内部には一定のペースで原子核が崩壊し、別の安定した原子核へと変化する放射性物質が含まれています。ジルコンに含まれる放射性物質と、それが崩壊した後の元素との含有比、さらに放射性物質が崩壊するペース、半減期が分かれば、ジルコンが含まれるサンプルが固まった年代が推定できます。その結果、サンプルは28億から38億年前に形成されたものであると判明しました。さらに研究チームは、サンプルごとに酸素の同位体の比率も調べました。同位体というのは、原子核内に含まれる陽子の数は同じであるものの、中性子の数が異なる物質のことです。この表における縦軸、デルタ 18O は、中性子を8個含んだ最もありふれた酸素の同位体である酸素16に対し、中性子を10個含んだより重い酸素の同位体である酸素18が、どれだけ多く含まれているのかを示しています。サンプルごとにそれが形成された年代と、その中に含まれる酸素の同位体の比率デルタ18O の関係性を調べてみると、重い酸素同位体の比率が高いサンプルが約2億年という周期で多く見られることが分かりました。地球の地殻と天の川銀河構造の関係。地球の地殻に見られた2億年というとてつもなく長い周期ですが、銀河という超巨大なスケールまで視野を広げた時、それと同様の周期が現れます。太陽系は天の川銀河と呼ばれる恒星が2500億個程度も集まった超巨大な星の大集団に属しています。そんな天の川銀河には過剰湾と呼ばれる星が高密度に集まった特徴的な構造が4本発見されています。この画像でいう、赤い線の部分です。太陽系は銀河中心部に対して約 240km/h で公転していますが、過剰湾は同じ方向に 210km/h で公転しているそうです。また実は太陽系は銀河円盤面に対して垂直の方向にも波打つように振動する軌道を描いています。このような軌道の関係から、太陽系は約2億年という周期で過剰湾の中を通過しやすい時期が訪れます。この周期と先日の地球地殻の重い酸素同位体の比率が高まる時期がよく一致していることが示されました。また特に重い酸素の同位体の少なかった34億3000万年前から35億6000
6000万年前、太陽系は火成湾の中に入っていなかったということも判明しています。地球の地殻と天の川銀河の構造、一見スケールがあまりに違いすぎて全く関係がなさそうな両者ですが、これらを結びつける興味深いプロセスが提唱されています。太陽系の最も外側には太陽系全体を包み込むように分布している小天体の大集団オールドの雲が直径 3.2 光年の範囲にわたって広がっていると考えられています。そして火成湾は銀河内で恒星系や星間物質が他の場所よりも高密度で集まった領域です。太陽系が火成湾に突入した際、それらとの相互作用によってオールドの雲内の天体が刺激され、太陽系の内部に落ちてくる危険性が高まり、さらに地球に隕石が衝突する可能性も高まります。しかも地球にやってくる一般的な隕石は火星と木星の間に存在する小惑星帯からやってきていますが、オールトの雲由来の隕石の方が小惑星帯由来のものと比べ地球に衝突する直前での対地球速度が極めて高いです。そのため同じ大きさであってもオールトの雲由来の隕石の方が小惑星帯由来の一般的な隕石の実に100倍というとてつもないエネルギーを持っているそうです。このようなオールトの雲由来の高いエネルギーを持った隕石が落下すると地殻が砕かれるだけでなく、その下のマントルにまで衝撃が伝わり、その後地球深部にある物質が地殻へと供給されてきます。ここで重い物質ほど自重で地球の内部に沈み込みやすいため、通常は重い同位体は軽い同位体よりも深部に存在しています。ですが高エネルギーの隕石が衝突し地球深部からの物質の供給が起こると、重い酸素同位体の比率が高まります。このように考えると重い酸素の同位体の比率が高まっている時期と太陽系が火成湾に突入しやすい時期が一致していることの関係が説明できます。2億年という周期を持つ地球の地殻組成の変化と太陽系の火成湾通過、スケールが違いすぎる両者には明確な関係性があるのかもしれません。やはり今の地球環境とそこに育まれた生命は宇宙からの影響なしで成立することはなかったのでしょう。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルではこういった宇宙分野の動画を普段から投稿するので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。